そういえば今日あれだね、高校野球、俺見てないんだけど、寝てたんで、結果だけ見て、慶応高校が勝ったっていうことで。いや、俺ね、ぶっちゃけ仙台育英応援してたんで、まあまあ、どっちが勝ってもおめでとうなんだけど、ちょっと仙台育英がかわいそうだなと思って。高校生と高校生の野球の戦いなわけじゃない。だけれども、甲子園では、かなり、応援が慶応に寄ってたみたいで、なんでね、高校生なのに、アウェー感を感じて、野球しなきゃいけないんだろうなと思って、なんかちょっとかわいそうになっちゃったんだよね。まあ、ちょっとこう、仙台育英を応援してる理由っていうのは、まあ、単純になんか連覇って見てみたかったし、やっぱ強いしね。で、まあ、今は多様性の時代なんで、髪型とかどうこう言うのはないんですけど、やっぱ、そんな中で、いがぐり坊主にしてるのは、多分同じ髪型にすることで、まあみんな一つになって一致団結して頑張ろうっていう意味も込められてると思うんですけど、まあこの多様性の時代になんか昔ながらの高校野球児で、まあ、そういうところがちょっと好きなんで、まあその慶応高校の新しいやり方ってのももちろん理解できるんだけど、なんかアウェー感のある仙台育英を個人的にはちょっと応援してたっていう、少し多く応援してたんで、なんか後からまあニュース見たりとか、ちょこちょこっと動画で見た感じだと、すげえ現場はね、慶応高校を応援してて、なんであんなに慶応を応援してたのかよくわからん。別にどっちでもよくないっていう。ね、両方ともさ、地区大会から一回も負けたことないわけじゃないですか。この夏、当然ね。負けたことないから甲子園に来てるし。で、その甲子園の中でも負けたことがないから決勝まで来たわけで。両校ともこの夏一度も負けを経験してないわけじゃん。なのに、その決勝の現場の甲子園であんだけ声援が偏るっていうか、慶応高校の応援があんだけ大きいのはなんでなんかなっていう、まあただ単にその慶応を応援してる人たちがたくさん会場に来てた、甲子園に来てたっていうのもあると思うんだけど、そのまあその慶応関係者とか仙台育英関係者じゃない、普通に甲子園を応援してるファンの人たちの中でも慶応に寄った人もたくさんいたと思うんだよね。なんでなんだろうなと思って、ちょっとなんか不思議に思いました。だからなんか仙台育英の選手はちょこっとかわいそうだなーと思っちゃって、まあプロ野球とかならわかるよ、もう仕事でビジネスで野球選手をプロでやってそれでお金をいただいてるってなれば、まあもちろんね、その応援もいろいろありますし、それもまた一つのね仕事ですからわかるんだけど、高校生っていう未成年の子たちの野球でアウェー感を感じさせるっていうのは、なんかあそこまでのね、なんかさ、サインとかそういうのも届かなかったらしいので、聞き取りづらかったらしいから、そこまでってなると、ちょっとなんかね、いつも以上のプレーはできなかったのかなと思うと、なんかちょっと、かわいそうだなと思うところもありましたけど、でも見事、慶応高校、百数年ぶりの優勝ということで、ブランク期間最長らしいですね。100年以上という、第2回大会ぶり以来の優勝という。で、髪の毛も別に、いがぐり坊主じゃなくて普通だし、その慶応の監督だって自身が野球やってる時は昭和スタイルで野球やっていたと思うし、そんな監督がね新しいスタイルでやるっていうのもかなり勇気いったことだと思うし、新しい挑戦なんだと思いますけど、すごいなって単純に107年ぶり思いますけどね。まあ試合は見てないんですけど、すごいね、107年ぶりね。どっちの高校にもね来ていらっしゃい、関係ない人からすればね、もうあとはもうノリと個人の好き好きでチームを応援すると思うんだけど、意外と慶応を応援する人多かったんですね。連覇よりもやっぱり高校野球ってのは魔物ですから、何が起こるかわからないっていうのを楽しみにしてる人が多いんで、やっぱ107年ぶりとか公立高校とか、まあそういったなんかね、台風のようなこう旋風を巻き起こすような高校とか、そういうところを応援しがちだよね。チャレンジャーを応援することが多いですよね。だから大阪桐蔭が出ていた時も、どこの高校が大阪桐蔭を打ち負かすのかっていうのですっげえ湧いてたし、まあぶっちゃけ大阪桐蔭がすげえ強かった時も、俺は若干ね大阪桐蔭よりもやっぱりチャレンジャーを応援していた時が多かったんで、まあ気持ちはすごいわかるんですけど、仙台育英に関してはまあ去年ね初めて白川越えして、初めて東北に優勝旗を持っていって、あの時はすげえすげえってみんな言ったじゃないですか。うわーって、東北初めての優勝だって、仙台育英すごいって言って、ドッカーン湧いて、あんなに仙台育英を応援してたのに、この1年経ったら今度は一気にみんな慶応頑張れ慶応頑張れって言ってるから、
なんか不思議だなと思ったし、まあ、さっきも言ったんだけど、ちょっとあんだけアウェー感あると、育英高校ちょっとかわいそうだなっていうのもあるし、で、こう、この夏のね、その1回戦からこう、決勝まで長きにわたる高校球児たちの戦いがあったわけですけど、その仙台育英にも負けた花巻東、ね、監督も涙してましたけど、なんかいろいろ感じるところありますよね。ね、結局、ね、優勝した一校が王者になるわけですけど、仙台育英負けたかっていう、いや慶応勝ったかっていう、ピッチャー良かったね。その準決勝でもそうだけど、慶応のピッチャーすごいいいんだなと思ってびっくりしましたけどね。まあ俺別にそこまで高校野球追ってる人間ではないんで、慶応が強いってのも今年になったぐらいからしか知らないので、前回慶応高校は仙台育英に負けたんですよ。だから今回そのやり返してやったわけですけれどもね、え、いやすごいなっていう、なんていうの、エンジョイ野球っていうの、エンジョイ野球か、エンジョイベースボール、うん、でもさ、甲子園でプレーするあの高校野球児のほとんどがエンジョイではなく人生をかけていたりとか、エンジョイどころじゃなく本気になってる人たちがいっぱいいるんで、今回の慶応高校のようなエンジョイベースボールが勝つと、なんかいろいろイメージ変わりそうですね。なんかエンジョイってさ、みんなどういう風に受け止めるかわかんないけど、遊びって見えるじゃん。例えば生放送も命かけてやってるよっていう人とエンジョイでやってるよっていう人がいると思うし、分けるとするならば、まあ命かけてやってるよっていう人はもうハラハラドキドキ真剣にやってる、エンジョイ勢は遊びでやってると思うじゃん。だからエンジョイベースボールって聞くと、なんか遊んでやってるみたいな風にも聞こえるし、俺は見えるんだよね。だそういうチームが優勝すると、めちゃくちゃ真剣にやってる人たちが心折れないかなってちょっと心配になるよね。うん、やっぱ小学生の頃からプロ野球を目指してエンジョイを超えて超真剣にやってる子たちもいるしね、もちろんそういう選手ばっかりだと思うんだよね、甲子園に出てくる人はね。まあそんな中、なんか漫画のようにエンジョイチームが勝つんだと思って、いやマジで漫画じゃん、髪の毛もふさふさでさ、イエーイみたいな、漫画みたいな展開あるんだなと思って、すごいなと思うんですけど、本当にエンジョイで勝ったのかね。表面的にはエンジョイって言ってるけど、中身はガチなんじゃないのと思うけどね。ただそのガチだってやると、みんな肩に力が入って、その本来のプレーができないから、やっぱり未成年であり学生でもあるから、そのエンジョイでやるんだよっていうことで肩の力を抜いて、その、気持ちを軽くするって意味なんじゃないかなとは、もちろんそう思ってるし。全てではないと思ってるしね。ただまあその昔のあのスポコンじゃないけど、根性論じゃないけど、熱血じゃないけど、その指導者がボロカスに言って、てめえしっかりやれよこの野郎、頭丸坊主だぞみたいな、そういうのではなくて、なんか一緒に楽しんでいこうぜみたいな、まあプロ野球で言うと広島カープみたいなもんかな、家族みたいな、その楽するってことじゃなくて、もちろんその楽しむって意味で、野球って楽しむんだよみたいな、そういう精神でやろうよってことだとはもちろん分かってるし、ああそういうところは勝つんだなっていう、根性論が古いっていうか、俺はまあもちろん時と場合と場所によると思うんだけど、まあ単純に今の令和の子供たちが根性論についていけないだけだと思います。それは子供から大人まで、新しい社会人から学生まで、その古いっていうよりかは、まあ自分がついていけないからそういう考え方を古いっていう言い方をすると思うんだけど、単純にそういうのについていけてないんですよ、無理なんだよね。だからもう指導者っていうのは無理だから、昔のようなそういう根性論や熱血論ではなくて、今の子たちに合わせた新しい教育の仕方をしないと、その本気が出ないよってことなんだよね。だから古いとか古くないとかじゃないと思う、むしろ根性論の方が花咲く子もいるだろうし、根性論だから無理な子もいるだろうから、ただ単にその無理の割合が増えたんじゃないかなと俺は思ってるよ。古いとかではないと思う、うん、やっぱりそのなんだろうな、時と場合と場所によっては根性論の方が正しいこともあるしね。例えば逆に根性論じゃない方がいい場合もあるから、まあそれは本当に何とも言えないところはあるんだけどね。だけどなんかその根性論じゃなくて今はこうだからっていう理由で昔のやり方が単純に古いっていうのは俺は安直だと思う。そんなことはないと思う、場合によりけりだと思う。逆に古い場所もあるし古くないところもあるって感じ。まあ今回まあ慶応が勝ったから新しいやり方の方が正しいっていう風になんかバカなやつってすぐそうやって思うかもしれないけど、それは慶応が勝ったからね。仙台育英が勝ってたら、あ、やっぱりそういうやり方の方が強いんじゃんって思われていたわけだし、今回はたまたま慶応が勝った、どっちが勝ってもおかしくない試合だったしね。その結果論として
そうやって言う人がいると思うけど、それはまあちょっと安直かなとは思いますけどね。何でもかんでも全てが根性論じゃなくて力の入れどころ抜きどころがあるんやと。でも根性論はちょこっとは大事だよ。根性ないと何でも無理だからね。根性論プラスアルファ、やっぱりそのストレスを抱えないようにメンタリティの部分でケアすることが大事だと思うんだよ。でも根性論全てだとその心の部分のケアがないから、まあ時代としては古いって言われがちかもしれないけど、やっぱ一定の根性論は絶対必要だよ。根性がなかったらどんなことも無理やからね。根性ないやつは絶対無理だから、うん、そこの根性にスポット当てすぎてしまうと今の時代だと合わないよねって言われがちかもしれないけど、なかなか根性論伝えにくくなってきたなっていう。まあやっぱり根性あるやつどんな世界でも強いからな。うん、一番持った方がいいしね。うん、あるかないかで言ったらあった方が絶対いいからね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。